刑事来たる私たちは、無事に井戸を出ることができた。久しぶりの日光に目が暗みそうになるのを、こらえこらえ、手を取り合って、諸戸屋敷の表門の方へ走っていくと、向こうから、見慣れぬ洋服紳士がやってくるのにぶつかった。おい、君たちは誰だね その男は私たちを見ると、欧兵な調子で呼び止めた。君は一体誰ですこの島の人じゃないようだが。道夫が反対に聞き返した。僕は警察の者のだ。この家を取り調べにやってきたんだ。君たちはこの家と関係があるのかね 洋服紳士は思いがけぬ刑事巡査であった。ちょうど幸いである。私たちは命名名を名乗った。嘘を言いたまえ。諸との裏の両人がここへ来ていることは知っている。だが、君たちのような老人ではないはずだよ。刑事は妙なことを言った。私たちを捕らえて、 君たちのような老人とは、一体何を勘違いしているんだろう。私と道夫とは不審に絶えず、思わずお互いの顔を眺め合った。そして、私たちはあっと驚いてしまった。私の目の前に立っているのは、もはや数日以前までの諸と道夫ではなかった。小敷みたいなボロボロの服、赤づいた鉛色の皮膚、驚に乱れた頭髪、 目はくぼみ、頬骨の突き出た骸骨のような顔。なるほど。刑事が老人と見違えたのも無理ではない。君の頭は真っ白だよ。道夫はそう言って妙な笑い方をした。それが私には泣いているように見えた。私の変わり方は道夫よりもひどかった。 肉体の憔悴は彼と大差なかったが、私の頭髪は、あの穴の中の数日間に全く色素を失って、80歳の老人のように真っ白に変わっていた。私は、極度の精神上の苦痛が、人間の頭髪を一夜にして白くしたという不思議な現象を知らぬではなかった。その実例も2、3読んだことがある。だが、そんな経由の現象が、各いう私の身に起ころうとは、 全く想像の他であった。だが、この数日間、私は幾度死の、あるいは死以上の恐怖に脅かされたことであろう。よく気が違うなんだと思う。気が違う代わりに、頭髪が白くなったのだ。まだしもそれが幸せと言わねばならぬ。同じ人外郷を経験しながら、諸との頭髪に異常の見えぬは、さすがに彼は、 私よりも強い心の持ち主であったからであろう。私たちは刑事に向かって、この島に来るまでの、また来てからの一切の出来事をかいつまんで話した。なぜ警察の助けを借りなかったんです君たちの苦しみは自業自得というもんですよ。私たちの話を聞いた刑事が、最初に発した言葉はこれであった。 だが、無論微笑しながら。悪人のジョゴロウが僕の父だと思い込んでいたもんですから。みちが弁解した。刑事は一人ではなかった。数人の同僚を従えていた。彼はそのうちの二人に命じて地底に入り、ジョゴロウと徳さんとを連れてくるように命じた。 しるべの縄はそのままにしておいてください。金貨を取り出さなければなりませんから。道夫がその二人に注意を与えた。池袋署の北川という刑事が、例の少年軽業師、友之助の属していた尾崎局場団を探るために、静岡県まで出かけ、苦心に苦心を重ね、同居役の一寸防止に取り入って、ある秘密を聞き出したことは、 先に読者に告げておいた。その北川刑事の苦心が功を奏し、私たちとは全く別の方面から、ついにこの岩屋島の奏屈を突き止め、各は諸戸屋敷調査の一団が乗り込むことになったのであった。刑事たちが来てみると、諸戸屋敷で男女両党の怪物が激しい相当を演じていた。言うまでもなく、それはひでちゃんきっちゃんの双子だ。ともかく、 その怪物を取り沈めて様子を聞くと、秀ちゃんの方が雄弁に事の司祭を語った。私たちが井戸に入った後で、私と秀ちゃんの間を嫉妬したキッチャンが、私たちを困らせるために、ジョーゴロに内通して土蔵の扉を開いたのだ。無論秀ちゃんは極力それを妨害したが、男のキッチャンの馬鹿力にはかなわなんだ。自由の身になったジョーゴロ夫妻は、鞭を振って、 たちまち片刃物の一軍を反対に土蔵に押し込めてしまった。きっちゃんが功労者なので、双子だけはその難を逃れた。それからジョ郎ゴロは、きっちゃんの告げ口で私たちの行方を察し、不自由な体で自ら井戸におり、私たちの浅縄を切断しておいて、別の縄によって迷路に踏み込んだのであろう。ジョ郎ゴロのセムシ女房と推しのおとしさんが、その手助けをしたに相違いない。 それ以来、秀ちゃんときっちゃんは仇同士であった。きっちゃんは秀ちゃんを自由にしようとする。秀ちゃんはきっちゃんの裏切りを罵る。口論が講じて、体と体の相当が始まる。そこへ刑事の一行がえ合わせたわけである。秀ちゃんの説明によって事情を知った刑事たちは、直ちに上五郎の女房とおとしさんに縄をかけ、 土蔵の片者たちを解放し、ジョ郎ゴロを捕らえるために地下に下ろうと、その用意を始めているところへ、ちょうど私たちが現れたのだ。刑事の物語によって、以上の司祭が分かった。大断言。さて、木崎初代 正しくは、樋口発はをはじめ、宮間木幸吉、友之助少年の三重の殺人事件の真犯人は明らかとなり、私たちの復讐を待つまでもなく、彼はすでに狂人となり果ててしまった。また、その殺人事件の動機となった樋口家の財宝の隠し場所も分かった。私の長物語も、この辺りで幕を閉じるべきであろう。 何か言い残したことはないかしら。そうそう。素人探偵、宮城幸吉氏のことがある。彼はあのケ図帳を見ただけで、どうして岩屋島の巣窟を見抜くことができたんだろう。いくら名探偵と言っても、あんまり超自然な名札だ。私は事件が終わってから、どうもこのことが不思議でたまらぬものだから、宮城氏の友人が保管していた個人の日記帳を見せてもらって、 丹念に探してみたところ、あったあった。大正二年の日記帳に、樋口春代の名が見える。言うまでもなく、初代さんの母子だ。読者も知っている通り、宮間岸は一種の奇人で、妻子がなかった代わりには、随分色々な女と親しくなって、夫婦みたいに同棲していたことがある。春代さんもそのうちの一人だった。宮間岸は、 旅先で困っている春代さんを拾ったのだ。初代さんを捨て子にした後の話だ。同棲二年ほどで、春代さんは、宮間岸の家で病死している。定めし死ぬ前に、捨て子のことも、ケ図ズのことも、岩屋島のことも、すっかり宮間岸に話したことであろう。これで後年、宮間岸が、例の樋口家のケ図ズを見るやいなや、岩屋島へ駆けつけたわけがわかる。 ケ図帳は、樋口春ハル五ジョゴロの兄、からその妻の梅野に、梅野からその子の春よに、春よから初世にと伝えられたものであろう。無論彼らは、このケ図帳の進化については何事も知らなかった。ただ、正当の子が持ち伝えよという先祖の意志を守ったに過ぎない。では、ジョ郎ゴロはどうして、あの呪文がその中に隠してあることを知ったか。 彼の女房の告白によれば、上五郎がある日、先祖の書き残した日記を読んでいて、ふとその一節を発見したのだ。そこには、家に伝わる財宝の秘密が、ケ図帳に封じ込められてあるという意味が記してあった。だが、それは春代の家出子だったので、せっかくの発見が何にもならなんだ。それ以来、上五郎は、セム息子に命じて、春代の行方探しに努めたが、 あてのない探し物ゆえ、なかなか目的を達しなかった。大正13年頃に至って、やっと今では、発酵がそのケ図帳を持っていることが分かった。それからジョ郎ゴロが、そのケ図帳を手に入れるために、どれほど骨を折ったかは、読者の知っている通りである。樋口家の先祖は、広く和光と言われている海賊の一類であった。大陸の改変をかすめた財宝を、ただしく所有していた。 それを領主に没収されることを恐れて、深く地底に隠し、代々その隠し場所を言い伝えてきたが、春尾の祖父にあたる人がそれを呪文に作って、刑図帳に閉じ込めたまま、どういうわけであったか、その子に呪文のことを告げずして死んだ。徳さんの聞き伝えたところによると、その人は卒中で遁死をしたらしいということである。それ以来、上五郎が古い日記帳の一節を発見するまで、樋口の一族は、 この財宝について何事も知らなかったわけである。だがこの秘密はかえって、樋口一族以外の人に知られていたと考うべき理由がある。それは十年ほど以前、慶向から岩屋島に渡り、諸戸屋敷の客となって、後に魔の淵の木図と消えたあの妙な男があるからだ。彼は明らかに、古井戸から地底に入り込んだ。私たちはその後を見た。 上五郎の女房は、その男を思い出して、あれは、樋口家の先祖に使われていたものの子孫であったと語った。それでは多分、その男の先祖が財宝の隠し場所を勘づいていて、書き残しでもしたものであろう。過去のことはそれだけにして、さて最後に、登場人物のその後を、ごく簡単に書き添えて、この物語を終わることにしよう。まず第一に記すべきは、 私の恋人、秀ちゃんのことである。彼女は、初世の実米の緑に相違なく、樋口家の唯一の正当であることが分かったので、地底の財宝は、ことごとく彼女の所有に期した。直に見積もって、百万円に近い財産である。秀ちゃんは百万長者だ。しかも現在では、もう醜い融合相対ではない。野蛮人のキッチャンは、 道をのメスで設理されてしまった。もともと本当の融合相対ではなかったのだから、無論、両人とも何の故障もない、一人前の男女である。ひでちゃんの傷口が癒えて、ちゃんと髪を結い、お化粧をし、美しいちりめんの着物を着た彼女が、私の前に現れたとき、そして、私に東京弁で話しかけたとき、私の喜びがどれほどであったか、ここにくだくだしく述べるまでもなかろう。 言うまでもなく、私と秀ちゃんとは結婚した。百万円は、今では私と秀ちゃんの共有財産である。私たちは相談をして、湘南片瀬の海岸に立派なフグ社の家を建てた。日口一家に、ジョ郎ゴロのような悪魔が生まれた罪滅ぼしの意味で、そこには自活力のないフグ社を広く収容して、楽しい余生を送らせるつもりだ。第一番のお客様は、 諸戸屋敷から連れてきた人造片輪者の一団であった。上五郎の女房や推しのお年さんもその仲間だ。不具の家に接して整形外科の病院を建てた。医術の限りを尽くして片輪者を正常な人間に作り変えるのが目的だ。上五郎、彼のセムシ息子、諸戸屋敷に使われていた一味の者どもは全てそれぞれの処刑を受けた。 初代さんの養母、木崎未亡人は、私たちの家に引き取った。ひでちゃんは、彼女をお母さん、お母さんと言って、大切にしている。道ちは、上五郎の女房の告白によって、実家が分かった。紀州の新宮に近い、ある村の豪農で、父も母も兄弟も健在であった。彼は直ちに見知らぬ故郷へ、見知らぬ父母のもとへ、 三十年ぶりの帰省をした。私は彼の状況を待って、私の外科病院の院長になってもらうつもりで楽しんでいたところ、彼は故郷へ帰って一月も経たぬ間に、病を発してあの世の客となった。すべてすべて交通合に運んだ中で、ただ一時、これだけが残念である。彼の父からの死亡通知上に、さの一節があった。 道夫は最後の息を引き取る間際まで、父の名も母の名も呼ばず、ただあなた様のお手紙を抱きしめ、あなた様のお名前のみ呼び続け申し候ろう。